またへしったね。聞こえた？ブーっとね。ブー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 とね。ブーってね。ブー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 って。なんか泣いてるでほら猫が。俺がやるんかよおめ。王子が言えよ。おいにゃんこ泣いてるよ。おじいさん猫泣いてるよ。やってよ。あのまま何もしねえんだから今日一日うちにいてよ。何もしねえおじいなんだから、テレビ見てりゃいいんだからよ。楽でいいだんぺよ。テレビ見てりゃいいんだから楽でいいってよ。おらそばいかねえでよ。みんなやってんだよ。なあババアは何でもやらなくちゃ生きていけねえんだ。クソばあちゃん、江戸ばあちゃん、どうせもね、くたびれてよ。おらもよ、おらも金まん、まん、金まん、金まん、金まんってどういう人だよ。知らねえだよ。おら知らねえだ、金まんって。金がいっぱいあるんかね、金まんじゃ。おまんと金まん、おまん金まん、金まん、金まんさんだって。金がいっぱいあるんかね。いい名前だね。なんか手が荒れてきたね。もうね寒いからね、手が荒れるね。水使うとね手が荒れるよ。大変だよ、みんな大変だよ。大変よ、手が荒れちゃうわよ、みんなね。手が荒れるから気をつけないとさ、どうしようもないよ、ね、寒くなってきたよ。ソニーちゃん、クリーム塗りたくってるよ。で、ってそうだね。たまちゃん、玄関開けるかなって。ババア、一番大変だって。もう窓開けといて、開けといたらって。そうだね、くさびるラッペよ。ねねちゃん、ハンドクリーム買ってもらってありがとう、ありがとう。お腹が張っちゃってよ、どうしようね。腹が張ったらおまんま食って、命尽きればあの余裕きれいな。ソニーちゃん、ユースキンがいいみたいだよ。あ、あったね、ユースキンっていうのがね、あったよ。この世は地獄だって、ほんとね、ハンドクリーム買ってもらいましょうって、この世は地獄だ、地獄の三丁目だ、銀の三丁目は水の上、今宵は胸で参りましょう、ねねちゃん、うんこ出てないの苦しい。ほた、ほたみなみちゃん、パニワさん配信元気もらえるよって。そうな、くらぐろちゃん、まゆちゃん、韓国のイケメン、アサール配信してるって。そうなんだ、うんこ出てないのかって。
また来た。俺洗ったんだけどさ、違うのを使ってよ。悪いけど何がバカだよ。向こう行けよおめえ、何回も何回もよ。なんだまったく、頭にくるべ。自分でおめえ何もできないくせに何テレビ一日見ててよ。酒飲んじゃよ、それ飲んじゃ空っぽにして、何がバカだよ。何バカだからバカだよ。バカじゃねえよおめえ。なんかなんだよおめえ、一銭もよこさねえでよ、女のうちにおめえいるんだんだよおめえ。よく恥ずかしくねえな。あっ、あんたにバカって言われる筋合いはねえよ。あんたにバカって言う筋合いはねえよ。人んちに叩いてよ、人のカード持ってんだからよ。なんだよ、あんたにバカって言われる筋合いはねえで。目とこっち着ないでくれる、気持ち悪いから。シワだらけの面しやがってよ。金がねえからシワがもう増えてや、この頃。バカだれ。クソじじいが。どんどん何回来るんだよ。てめえだよ、めっちゃ。あれよ。何回人を洗わせんだよ。よた野郎。てめえみたいなクズじじいよ。気分がいるな、本当に。そんなことを言ったらダメだって。笑う。黒ろと飲むんじゃねえべ。そんなことは追い出せって、うん、だってそのことバカって言ったんだよ最初。私が配信してるからじゃない、長い間配信してるからバカって言ったんだよ。そんなことあいつに言われる筋合いねえべ。あいつに一銭ももらってねえで。私働いた金も一銭ももらってねえ、年金ももらってねえ、うん、人の金で飲んだり食ったりしてんだよ。これで休みはテレビ一日見て、パジャマ着て、ああいうやついる？うん。ほんとムカつくで。うん。ここは台所で、こういうスペース。いやいや、そば切られるんだけど嫌な、私。うん。アパートに帰ってもらったら、和室で足伸ばして配信できるのにねって。そうでしょ？うん。稼いでるのはヨシなのか。わあ分かってねえだって、うん、バカじじいがな、うん、あんなクズ何回来るんだよ。顔も見たくねえで、あんなもう気持ち悪いよ。私嫌いだから、あの男は。何回来るんだよ、何にもしねえだよ。シワシワの顔で歯抜けでよ、歯が2本しかねえだよ、こっちとこっちよ。よせさん、この家であやろさん亡くなられたら待ったもんじゃないよって。ああ本当だよね、早く追い出した方がいいよって。本当だよね、いきなり来てバカっ って。そうバカって言ってよ、私のことだから言ったんだよ。どうでしょう、うん、バカって言われる筋合いねえもん。どうでしょう、人んちに黙っていてさ、何回飲み行くの。ほんでグラスみんな俺が洗うんだよ。さっきからずっと洗ってんだよ。頭にくるよ、ああいうやつがいると。ほんとだよ、人がいなきゃね、ビールべ飲んでね、昼間から酒飲んでるんだよね。そうそうだよ、あんな男いねえよ。すげえなと思う。そう、うん、嫌いだよ、ああいう人は、うん、だってさ、植木も俺がやるったって口だけだよ、何にもやってねえよ。植木、私がこの間この4本足で出てて、私が切ったんだよ、アジサイを。私がやったんだよ、この足で。丈夫な体見て、テレビ見てんだよ。丈夫な体持ってて、いくんち休みがあっても大した働きゃいね、4時間だから、4時間で9万だよ。ほいで交通費が3万ぐらいすんじゃねえ。9万で3万だから6万なんだよ。ねずうずうしいよ、動かねえんだ。ほいで所間の部屋にいてよ、
いい布団に寝てて、私はあの男と寝るのが嫌だから畳に寝てるんだよ。おいで、あ、暖房入れてよ、足新聞かけて寝てるんだよ。嘘じゃねえよ、私はあんな男と寝たかないもん、気持ち悪いもん。あ、下のお世話してくれたんですかって、足に新聞って、そうだよ、寒いよ足が、新聞あったけよ、暖房入れて寝るんだよ、暖房25度ぐらい暖房入れて、私はいつも寝てるよ。金かかるけどよ、あんなじじいと寝るよりよっぽどいいで、うん、気持ち悪いよあんなじじい、掛け布団ないのって、 あるけどよ、いっぱいあるけど散らかるんが嫌だよ、うちの中が埃になるから嫌、だよ。私はあれだよ、新聞あったけど足かけると、どういう家庭だよって、そう、ずっと一緒に住んでるのって、そうだよ、蹴らねえよ、ずうずうしいよ、男で一銭もくんねえよ、ああ人いねえよ、ほんで別のことバカだよ、ここへ来てバカって言われる筋合いねえで、あんなじじいによ人の金でなのにめった買って飲んだり食ったりしてよ、あんなやついねえで、でもいいんだよ、うちのことやってくれればね、植木剥ぎったり全然やらねえから、あのパジャマ着てテレビ見てるだけ、パジャマ着てテレビ見てるだけだよ、毎日休みがあっても何もしねえよ、お金を家に入れてその範囲でお酒を楽しめるおじいさんだったら良いかもねって、そうだよね、あ、寝落ちしてました、新聞を足にかけて寝るって、そう、お世話になっているのにご飯を買ってきてくれるのも薬ももう来に行ってくれるのも相原さんでしょうって、だって金は私が出すんだぜ、介護だけだぜ、そんなの薬なんかさ頼めば持ってきてくれるよ今、薬屋が持ってくるよ、注文して相原のことをムカつくだろうけど下の世話してくれる人だってそうはいないよ、ムカつくだろうけど、言葉遣いはダメだよ、向こうがバカって言ったんだよ、さっき私の方を見てバカって言ったの、いつまで配信してるなって、そういう意味なんだよバカって、そういう意味だよ、向こうが言ったんだよさっきバカって、だから私バカって言われる筋合いねえなんだよ、あんな男に、なんでそんなあいつにバカって言われるの、おかしいよね、向こうがバカってさっき言ったんだよ、だから頭にきてる、バカって言われる筋合いねえで、あんなやつに、そう、よしえさんの喉が痛そうなら喉飴買ってきてくれるのにって優しく、だって喉飴痛そうで買ってくるったって金は私だよ、自分の金で買ってくるんじゃない、お私のカードで買ってくるんだよ、金はおめえ私のだよ、そうでしょ、そうだよね、金もらったらいくら許せるかもねって持ってきたらって、そうだよ、全然だよ、全然だよ、10万こないだ下ろしてきてなくしたって言ったんべ、あれもおかしいべ、10万下ろしてきて私によこすって酔っ払ってなくしたって言ったんべ、全部使ったんだべ、こんばんは遅くまで起きてますねありがとう、こちら風船ありがとう、ニコ風船ありがとう、ありがとうね、ねねちゃんって、たまにあやらさんのお給料から
ってきてほしいですよね。そうだよね、フラー先生ね、私のカード、自分の10万パチンコでスタンダンペーってなくしたって言ったよね。確かね、よしはイラついて言うんだんべーって、そうだよ、相原さんから少しでもお金をってもらってねえんだよ、全然もらってねえで、バカって言うんだ、ここへ来てバカずらねえで、自分で飲んだグラスこんなとこ置いてってさ、私に何回やらせるの、さっき洗ったべーだね、ね、ひびが切れるで、私だってね、今日だって帰ってきたらさ、食ったもんそれっぱなしだよ、全部お椀から何から全部置いてあるよ、私全部洗ったんだよ、あれ何もしねえで遊んでんだよ毎日、今日仕事休みだからテレビ見てるんだよ、酒飲んでビールの缶がいっぱいあるよここに、ほんとムカつくで、あの男ほんと嘘じゃねえで、私嘘を言わねえから、何男って不器用なんだって、あやらさん自分の分は自分のお金で賄っていたらよいよって、でも吉井さんのカードで買うのは違うよねって、そうだよね、あやらさんもバカ息子を持ってるって笑う、本当にそうそう男は不器用だと、いや今度なら生活費きちんともらおうって、うんこを洗ってくれる、何うんこ洗ってくんねえよな、私洗ってるよ自分で、なんでうんこ洗うの、あいつ何もしねえよ、自分のパンツ浮ちゃっちゃうよ、うんこすれば私自分で洗ってますよ、悪いけどあんなもんに洗ってもらわねえよ、カードを使い放題だから怖いって、そうだよ、ずっと思ってるもん自分で、うわーらーうーってね、そうだよ、うわーらーうーってね、ほんとだよ、そうだね、カードを渡しちゃダメだって、おばあちゃん配信聞いてたらほぼ下の話だって私洗ってもらったことねえよ、自分で洗ってますよ、自分、あいつは自分でうんこ漏らしてもあれだね、捨てちゃうで、パンツ捨てるで、金がねえくせに、ほんとだよ、金がねえほどそうだよ、私は濡らしても自分で洗ってちゃんとさ使うよ、もったいないもん、パンツ一回ね自分のうんこ汚くねえよ、そうでしょ、ああやつだよ、何回も何回も来るんだよ起きてね、一回起きて着なきゃいいんだよ、もう顔見たくねえんだよ、顔なんか見たくねえよ、こんなじいさん、そうだね、ほんとムカつくから、何回飲み来るんだかわかんねえで、いろんなもの、何回私がグラス洗うと思ってんの、ひびきれながらね、自分で飲みはそそら洗いでよ、パーって、ね、やってよ、気持ち悪いよ、嫌だよね、ああいうのやっぱ枕カバー1円も洗ったことないから大事なんだよ、私にもね、嫌だよね、あの時にいなくてもいいと思うんだよね、あの時期に言ってもらいたくね、何もしねえもん、すごいよ、うちの庭なんか草ぼうこうだよ、酒飲んでね、
テレビ見てる暇があったらね、ねえ、もう暑くねえんだから、庭の草ぐらいむしるんか普通だれ。金も一緒に入れてねえんだから。金も入れねえで草もむしねえでよ。私がおめえ、あれで杖ついて、足さえ切ったんだよ。何もしねえよ。本当に庭だって草ぼうぼうだよ。ああいうやついても無駄だよ。いなくていいよ。あんなよとやろう。あんなクズ一緒にいたかねえ。何十来るんだよ。一人ここにいると。年中来る。本当にクズだなと思う。顔見たくねえのに。顔が見たくねえから一緒に寝ねえだべよ、おめえ。寒い思いしたって金かかったってで暖房をつけて私は畳寝てるよ。嘘じゃないよ。あの男と寝るんだったら畳寝て金かかってもいいよ。足に新聞かけてます。私嘘言いません。ああいう人いないよ。本当に何でもやりっぱなしだから汚ねえから、食ったとこも拭かねえから、テーブルでも何でも嫌なんだよ、ああいう性格の人は。ご飯をね、食べたテーブルでも拭いたことないよね。それで酒飲んでね、うわ、あのね、テーブルにね、丸い輪っかができてる。酒の、ビールのグラスの輪っか、私がテーブル全部拭こう。汚ねえよ。あ、で枕カバーなんかね、1年ぐらい洗わねえから、平気だから。汚ねえよ。一緒にいるのも嫌だ。追い出すの、追い出すのも嫌だって。ああ、朝相原は褒めれば伸びるだんべよって。洗濯は誰がやってる？洗濯？慎吾だよ。慎吾がみんな洗ってくるんだよ、コインランドリーで。そう、あの子が全部やってる。そう、でもいろんな言い分があるって大きな娘はって言われちゃうから、もう言わないわって。息子もゴミだよって、大変ですねいつもってね。ありがとう、ありがとうね、ドラム式の洗濯機買った方がいいんじゃないですかねって、10円のアイテムにありがとうって言えるのに、なんで相原さんに言えないのか理解できないよって。まあそうだよね、私買い物できねえから。そうだよ、それはしょうがねえべ。でも持ちっぱれないね、ずっと持ってるよね。買ってきたら返せばいいじゃんね。私がいなければ酒だって買いげるよ、カードでね。そうでしょ、一旦さ、私の買い物してきたらさ返せばいいじゃん、私にカードね。私デイサービス行ってりゃ自由だよ、カードいくらでも先買えるよ、つまみも買えるよ。ねえ、ちょっとおかしいんじゃない？金もらってね。でね、なんかね、今日言ったんだよ、今日。今日ね、お前に15万やるからって言ったんだよね。15万やるから、慎吾にはデッドに使わねえでくれって言ったんだよね。だから私いらないよって言った。いらないよって。15万いらないよ、私。あんな男からもらいたくねえよ。ねえ、慎吾に使うなと、そうに言った。いやいや、あんな男からもらいたくねえ。人の金散々使って。
ね、1600万使われたからね、私は。自動車2台と借金返して1600万だからね。ああもうね、すごいから、うん、親殺して10万踏んだくって、人のね、人の定期を100万下ろして、あいつの名前借りといたら100万下ろされたよ。私の名義なんじゃねえから。そう、1600万、そう、みんなついてます、帳面に。余生さん優しすぎるって。受け取ったらバレなくなるよ、上に立ってなくなる、だから受け取らないって。もうすごいよ私、慎吾にも使われたしね。あの子も親の金で使うやつだね。私が一生懸命働いてきた金だよね。え、ひどいね。まあいいけどさ、もうちくわちゃん笑うってね。協力関係は無理だっぺなってな。そうだっぺ。もうあと何分だ、あと9分、9分だね。もうね、1時半になるからね。そうだね、何しろ苦労してますよ私ね。自分で働いてきたからさね、私はね、自分で一生懸命働いたから、ある程度はね、自分で暮らしていく金があるからね。私はね、あんなバカ二人と違うから、何でも払ってるから、きちんと滞納は何もないし、先へ先へと払っております。私はね、人にね、金の迷惑かける人一番嫌いなんで。いやいや、そういう関係じゃねえよ、そんな関係じゃねえよ、そんな甘い関係じゃねえよ。何しろ人間自体が嫌いな、今まで私にやってきたことで、胸に手当てて考えてもらえて、自分の親が死んだからって、私から10万香典取って、親生きてたんだよ、10万何に使った、おかしくね、おかしいよね。そういう嘘つく男って嫌いだよ私。嘘つくって一番嫌だよ。嘘は泥棒の始まり。どうでしょう、私1円でも人の金取らねえよ、怒ってても。それが人間つもんじゃね。そんな男と暮らしてるの、ヨシーさんだよって、ヨシーさんだよ、すごい嘘つきだねって。そうだよ、親殺してだよ、10万飛行電って。で、お返しは遠いから持ってきらいねえって。だから私本気にしてさ、じゃあうちのおじいちゃんの父親の喪服のあれ持ってくったら、いいよ、兄弟に借りるから、親は生きてたんだよ。何に使ったん、私のこれは。全然わかんない、そういう人だよ。やだやだ、私はもうね、今までやってきたことをずっと頭から切れねえ。だからもうね、一緒にいる理由がわかんねえ。おいだぞって。でも好きとかっつんじゃねえよ、好きとかっつんじゃねえ。ただ自分が足が悪いから、買い物とかやるから、墓場掃除やるから置いてるだけだよ。慎吾はやらねえだんべ。慎吾はやればいらねえんだよ、いらねえ、慎吾やらねえから。どっちもクズだからダメなんで。そうでしょ、ダメだって。ただの同居人かなって。そうだよ、そう、色恋なんかねえよ。
いるほかになんかね、よっちゃー、よせさん、そのジレンマシーン、どうな気がするって、何金まーよせさん、そろそろお休みした方がいいんじゃないですかって、そうだね、うん、はあ、次の日になるといつも笑って困るんだ、こちら、うん、もう終わりだよ、うん、もう終わるから、うん、ね、終わるよ、うん、あールートさん、ヨセさん、ナイスポチッ、ありがとう、こちら、よくわかんねえやって、大きいお体気をつけてくださいねって、ありがとう、ありがとう、ユセナーさん、みんな心配してるだっぺよ、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、私はね、慎吾にもよろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。はあ、私ももう疲れたから寝ないとね、皆さんも疲れてるよね。ね、うん、ありがとう。90いくつ、93か。そうなんだな。あと4分、あと4分、100ナイスいかなかったな、ああ疲れた、デーでも疲れたし、それで、めった飲みもん、もう3回ぐらい来るグラス、その度洗い、で、傷だらけ、爪赤切れ、ね、全然やらない、全然何もしない、ね、うん、YouTube 見ればいいよって、100万行きたかったねって、そうだね、100ナイス行きたかったね、赤いひーちゃん、こんばんは、こんばんは、100ナイス行かねえな、生活費もらったらナイス爆上がりって、今日は大地さんが開けてくれって、相原に殴られて信号地だらけだ、よせやさん寝ないんですかって、寝る、もう寝るよ、もう切れる、うん、これあれ終わりだから、あと3分かい、3分だ、足にある、マジかよ、よし、コロコロが足に張り付いて追いつける動画なんてよって、あ、そんなのあった、うん、よくあるシングルマザー、子供じゃなくて彼氏を取る事件があるでしょ、あれだよ、だって彼氏つくあるじゃねえよ、そんな関係じゃねえつんだよ、何よ、彼氏じゃねえよ、そんな関係ねえよ、一切、そんな関係じゃねえよ、じじいよ、嘘で言ってよ、植木あげるような公爵で何もしないね、いつもパジャマ見着てよ、いっぺん飲んで昼間からテレビ見てる、何の得になるんよ、あんなの置いて、うちをきれいにしねえで、ちっとも、ほんとだよ、あんなの置いてどこが得なの、あ、どっちが捨てなきゃ、あ、よしやって、しょうがないな、じじいってなんか顔見たくねえな、ブーメラン、おやすみなさいって、ありがとうね、うん、ありがとう。